はい、こんにちは、ライ先生です。今からマンスリー感謝祭10連プレゼントスカウトを聞いていきたいと思います。では聞いていきます。ちなみに友達のオーリ君はね、さっき動画が送られてきてね、自チーム確定演出からの大関さんに引き当てとったけど、大関さんに言ってるらしいわ。最悪自チームじゃなくてもシリーズ2の選手が出てくれるならそれでありがたい。全然やっぱ永遠もこないから。さあ最後お願いします。森本さん、シリーズ1、まあ嬉しいけど、次はドリームキャラバンの累計を引いていきます。ゴールドが3枚あるけん、ゴールドも次に引いていこう。ではいきます。なってるので、ここでシリーズ2の選手欲しいよね。 S お願いします。大城さん持ってる。皆さんはやってはいけません。決しておすすめはしません。やけになるとね、こうなってしまうんです。サヨナラのチャンス。皆さんはくれぐれも真似をしない。さあ、見えてます。おお、シリーズ2のグラシアル。おお、これは良き良き。あざます。はい、じゃあこっちのガチャを引いていきたいと思います。とりあえず30連では10連いきます。うん、10連目は S 狙うのか。ピッチャー星君、まあ、ここで A がどれだけ出るかが肝になる。で、できればギータの A が欲しいな。ギータの絵が出ると嬉しい。なかなか出ない。ほい、おお、まあまあまあ10連こんなもんでしょ。次がシリーズ2の S が1人確定。ここ自チームまた出たら嬉しいんやけど。ほい、今自チームのシリーズ2がグラシアルが出てるから、やっぱ優先的にはリーダー、大関、マテヨシかな。でもギータをな、2体持ちしようか。ちょっと、おお、マテヨシで飛ばないんかい。はい、マテヨシ。行きます。シリーズ2、初のシリーズ2 S。 ほいほいほい、お、大関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 、う嬉しい。めっちゃ欲しかった。あざます。じゃあ次30連目自チーム S シリーズ確定。ここはもうギーラ一択やる。えい、絶好調。さあここでバット演出、調子くんがバットに当ててくれれば確定なんだけど、お願い、当たらない、当たらない。今だと大関かぶりある。ロードリーです。あやべ、これなんか大関かぶりあるような気がしてきた。昔なー、栗原のジャバンバージョンで見たことあったけんな。さあギーダお願いします。どういっ、そっちかい、グラシアル。今絶対大関来る流れやったやろ。